次も楽器のソロです、アンサンブルです。次は现在要介绍下一首主曲的内容。はい、みんな、あの楽器は何だ？はい、各位、请问大家知道这是什么乐器吗？というようですね。次はフルートのアンサンブルです。对、没错、就是长笛。かっこいい、ノリのいいサックスの次は、少しかわいい。可愛い、あ、可愛いよ、可愛いフルート。那如果说呢，刚才的萨克斯风是比较帅气的演出的话，这一首呢，这边的长笛主曲就会是比较可爱的风格。うちの大学の誇らしい女性軍のアンサンブルです。那是 one boy。大作为我们大学的女孩们演出的，但其中有一位男生，大家刚才也有看到嘛。曲は雨の組曲です。一曲目は急ぎ雨、二曲目が飾り雨、そして最後は渡り雨です。では、那这一首歌呢，它是从个乐章里选出三首歌。在节目单上也有写着，我就介绍英文给大家听哈，Henry Candy， Decoration Candy， Migration Candy。三曲ありますからね、じっくり聞いてください。总共有三首歌，请大家慢慢欣赏。